さあこれより第2クォーターに入ります。攻守方向を変わりまして金沢大、今度は画面向かって右から左に攻める形に変わります。ボールオンは相手陣47ヤード、金沢大学セカンダウンテン。発生しました。クォーターバック4番ガニバックにトスをしましたが、この時に5番がそのボールを受け損ね、ボールが点々とするファンブルの状態になりました。クォーターバック4番が自らなんとか抑えまして、なんとか攻撃権は継続する形になっておりますが、大きなロスを強いられております。エバーグリーンの一番選択しましたが失敗しました。金沢大学サーダウンロング、パスは成功。クォーターバック1番プレイアクションからワイドレシーバー10番にパスを11番にパスを通しましたが、攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わります。しかし見事にキャッチ果たしましたのは金沢大学11番の根岸、太田高校出身の3回生。金沢大学フォースダウンイレブン、パンプフォーメーションを選択します。さあ県立大リターンに入る、さあかわした、これはしかし金沢大学カバーチームよく県立大学自陣20ヤード付近からの攻撃に変わります。自陣20ヤードほどから攻撃スタートです。さあ攻撃権変わりまして福井県立大学の攻撃に変わります。ボールオンは自陣21ヤード、福井県立大学ファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番プレイアクションから中央切れ込んだワイドレシーバー18番にパス、18番ディフェンスカバーをすり抜け見事にキャッチしまして攻撃権更新です。福井県立大学ファーストダウン、素晴らしいパスキャッチを決めましたのはワイドレシーバー18番の吉川、大手門高校出身の2回生です。福井県立大学まず攻撃権を1つ更新しました。ボールオンは自陣36ヤード、37ヤードからのファーストダウン10。さあ今度はクォーターバック8番ハンドオフオプションで自らキープを選択しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーですが、クォーターバックキープを判断しました。これによりまして約3ヤードのゲインとなっています。福井県立大学クォーターバック8番は沢、第一学院高校出身の3回生。福井県立大学セカンドダウン7、さあ今度は中央ランペだが、これは金沢大学52番ナイスタック、キャリア24番の突進を見事食い止めまして、ゲインは 2ヤードのロスにとどめております。キャリーしましたのは福井県立大学24番の平井、八日市高校出身の1回生、タックルしましたのは52番の秋田、刈谷北高校出身の4回生です。さあ福井県立大学サーダウン5、you
ここでハンドオフオプションを展開しようとしましたが、ここでミストラブルが発生しました。なんとかクォーターバック抑えておりますが、フォースダウンに変わります。オプションプレーはそれぞれの信頼があって成立するプレーです。わずかなコミュニケーションが狂いますと、このようなトラブルが発生します。福井県立大学フォースダウン7、パントフォーメーションを選択します。さあ、ここでレシーバーリターナー増えているが、ボールはまだ転がっているか。福井県立大学が触りました。これは大きなプレーです。パントボールは攻撃放棄となるプレーですが、リターン側の選手が触れた段階でフリーボールになります。リターナー11番、このジャックリしたボールを確保し損ね、これを抑えたのは福井県立大学13番。従いまして、福井県立大学一気に前進する形で攻撃権更新です。福井県立大学カバーしましたのは13番の上野、ミミクリ高校出身の2回生。これによりまして福井県立大学大きなチャンスを得ます。相手陣3ヤードの力の攻撃に入ります。福井県立大学相手陣3ヤードからファーストダウン2ゴール、残り4回でこの3ヤード突破を図ります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。アメリカンフットボール攻撃チームには制限時間があります。この制限時間内にプレーを始めないと5ヤード抜退となります。従いまして、5ヤード下がり、相手陣8ヤードの力のファーストアンドゴールに変わります。しかし大きなチャンスにあります福井県立大学。この8ヤードの攻防を注目しましょう。さあ、まず中央へのパワープレー、ブロッカーをつけまして中央突破を図りますが、これは金沢大学も踏ん張った。原因は1ヤードにとどめております。福井県立大学セカンドダウンの攻撃に変わります。相手陣7ヤードから福井県立大学セカンドダウン2ゴール。さあ、今度は99番によるパワープレー、巨漢ランニングバック99番のその体育を生かした中央突破によってさらに前進を図ります。しかしこれも金沢大食い止めております。サードダウンに変わります。福井県立大学、キャリア99番は谷本、豊中高校出身の4回生。福井県立大学サードダウン2ゴール、残り6ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ反則が発生しています。何か反則があったようです。ボールスタート、福井県立大学71番ゴヤゴンペナルティです。オフェンスの反則です。ボールスタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートをしなければいけません。特定の選手以外は1秒間の静止が求められます。5ヤード下がりまして、サードダウンやり直しとなります。福井県立大学相手陣11ヤードに下がる形になりましたが、サードダウン2ゴール。さあ、この攻撃1回でこの11ヤード突破なるでしょうか。金沢大それを封じる形に成功するでしょうか。ここでホイッスルが鳴っています。さあ、試合再開です。福井県立大学サードダウン2ゴール、残り11ヤード。パス不成功。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。さあ、この反則は果たしてどちらにあったでしょうか。現在審判団がその内容を協議しております。
何か反則があったようです。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。前パスが浮いている間に相手を接触妨害しました。前パスが浮いている間は両方とも接触してそのプレーを阻んではいけません。エンドゾーン内でしたのでこの反則は、はい、ゴール前2ヤードの位置に進んで攻撃権リフレッシュのファーストダウンで試合再開となります。従いまして福井県立大学相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール残り2ヤード。パス不成功。クォーターバック8番、ここはパスで突破を図りましたがディフェンスカバーよくパス不成功となっています。セカンドダウンに変わります。しかしビッグチャンスです。福井県立大学セカンドダウン2ゴール残り2ヤード。これは金沢大止めた。1ヤードロスに変えている。ディフェンスライン陣奮闘しております。福井県立大学サードダウンに変わります。福井県立大学サードダウン2ゴール残り3ヤード。このランどうか。ギリギリで止まっております。フォースダウンに変わります。凄まじい力と力、意地のぶつかり合いになります。攻防戦になっています。このゴール前、さあこの最後の攻撃権フォースダウンを福井県立大学どのように選択するでしょうか。フォーメーションを変えます。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。スペシャルランゾこのキック成功、3点獲得です。福井県立大学この状況をまず確実にフィールドゴールで返しました。福井県立大学3点、金沢大学7点。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けると2通り。プレースキックをゴールポスト内に蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンに持ち込むタッチダウンです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にもうワンプレーのボーナスがあり、ここでキックを決めると1点、プレーでエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外のパターンとしては自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティ、自殺点の2点です。この結果アメリカンフットボールの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通り。この足し算によって得点が構成され、引き分けが起こりにくい構造になっています。そして試合は先ほど得点を挙げました福井県立大学のキックオフで再開します。アメリカンフットボールはラグビーと違い、得点を挙げた側がキックオフし試合を再開します。さああえてゴロのキックを蹴りました。これを金沢大学見事にターンします。52番うまく相手のカバーをすり抜けまして、ハーフウェイ付近から攻撃権を得る形になりました。素晴らしいリターンを決めましたのは金沢大学52番の秋田、刈谷北高校出身の4回生。さあ失点は許しましたが、まだ有利をリードを保っております金沢大学。ここで加点を加えましてさらに突き放す形に成功するでしょうか。
ボールオンは相手陣49ヤードから金沢大学ファーストアウト。ナイスファーストアウト。ここで金沢大学はアイフォーメーションからのパワープレーブラストプレーを展開しました。相手ディフェンスを粉砕するようにブロッカーをつけまして、キャリア4番見事なカットワークを切って右オープン展開し攻撃権更新としています。金沢大学ファーストダウン。キャリア4番は赤塚水上高校出身の3回生。金沢大学相手陣37ヤードに入りましてのファーストダウン点。1番ここでスクリーンパスを投じようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーありましてここでスリップし、結果的に大きなロスとなっています。福井堅樹大学、ここは素晴らしいディフェンスを見せました。金沢大学ハーフウェイからセカンドダウン21-22の状況に入ります。4番ここでハンドオフオプションを敢行、キーププレーを選択しまして約7ヤードから8ヤードのゲインに変えております。キャリア4番は赤塚でした。水上高校出身の3回生。しかしサードダウン14の状況に入ります。ボールオンは相手陣42ヤード、金沢大学サードダウン14。バック1番ハンドオフフェイからプレーアクションでパスを投じんとしましたが、左ブーツレックからそこから QB スカンブに変わりました。左サイドラインギアを駆け上がりましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。フォースダウン。クォーターバック1番は田中、熊谷高校出身の4回生。金沢大学フォースダウン7パントフォーメーションを選択します。そのバントはコントロールしまして、福井堅樹大学陣11ヤード付近で外へ出し、攻守交代に変わります。攻撃権を取り返す形になりましたが、福井堅樹大学自陣11ヤードからの攻撃となります。福井堅樹大学ファーストダウン10。パス不成功。ここでクォーターバック8番左スプリントアウトからパスを投じましたが、これはディフェンスのカバーありましてパス不成功となっています。ここで負傷者が発生したためレフリータイムアウトが取られています。試合再開となります。
福井県立大学セカンダウンテン、さあここでランニングバックにボールを持たせ左オープンを出しました。ここでホイッスルです。このランプレーによって左オープントップを図りましたが、しかしこれは金沢大学抑えまして約1ヤードロスに変えております。ここで福井県立大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。このままプレーが続かな、プレー、時計が回り続ける形で時間をなくすことを恐れたか、ここでタイムアウトを一旦取っております。タイムアウトを解けまして試合再開となります。福井県立大学サーダーン12、クォーターバック8番ハンドオフオプションから右オープン展開を図りましたが、これは金沢大学許さずフォースダウンに変わります。ここで今度は金沢大学がタイムアウトを取りました。金沢大学前半1回目のタイムアウトです。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。これによりまして前半の残り時間を失うことを恐れました金沢大学、ここで守備でタイムアウトを取りました。試合再開となります。福井県立大学フォースダウン12パントフォーメーションを選択します。このパントはシャンクする形で大きな挽回にはなりませんでした。福井県立大学陣39ヤード付近で外で出まして、この位置で攻守交代となります。前半残り時間は54秒となっております。福井、金沢大学相手陣39ヤードからファーストダウンって、ファーストダウンって金沢大学敵陣40ヤードほどから攻撃スタートです。クォーターバック1番オプションのフェイクから自らキープ、決め打ちに近い形で左オフタックル駆け上がり約7ヤードのゲインに変えております。ここでホイッスル、7ヤードほどゲインしました。セカンドチームタイムアウト金沢大学2回目、金沢大学ここで前半2回目のタイムアウトを使います。先ほどのランプレーを決めましたのはクォーターバック1番の田中、熊谷高校出身の4回生。タイムアウト解けます。金沢大学相手陣33ヤードからセカンドダウン6、失礼、セカンドダウン今度はオプションピッチを右にランニングバックに飛ばしましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。
コールはオフェンス側に反則があったとされました。背後から不正なブロック、金沢大学の87番、10ヤードバックして、セカンドダウンをやり直します。オフェンスの反則です。背後からの不正なブロック、相手選手を後ろから押しました。オフェンスチーム、ボールを持っているチームは相手選手を後ろからついては、ボールを持っていない選手の相手の後ろからついてはいけません。10ヤードバッタリとなりまして、セカンドダウンやり直しという形になります。ここでホイッスルが鳴っています。チームタイムアウト、金沢大学3回目。金沢大学、ここで前半3回目のタイムアウトを取りました。これで金沢大の前半のタイムアウトはなくなりました。残り時間39秒という状況、ここで一旦自分たちの作戦を立て直すために最後のタイムアウトを使い切る形でここを止めました。さあ、ここでタイムアウトを消費したことが果たして吉と出るでしょうか、凶と出るでしょうか。ボールオンは相手陣43ヤード、金沢大学セカンドダウン14。前半残り時間は39秒。この判定どうか。パス不成功、パス不成功の判定です。クォーターバック1番左ロールアウトからワイドレシーバー16番にパスを投じ、16番キャッチしましたが、フィードの中で着地できておりませんでした。パスプレーは中で着地して成功となります。従いましてパス不成功の判定でサードダウンに変わります。金沢大学サーダウン14、前半残り時間は29秒。パスは成功、右に展開した5番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。しかしフォースダウンに変わります。パスキャッチしましたのはワイドレシーバー5番の松本、岡崎城西高校出身の1回生です。非常に際どいパスでしたが見事キャッチは果たしております。ここでホイッスルが鳴りました。ここで時計の修正が入ります。前半残り時間29分、ここで時計の訂正が入ります。前半残り時間20秒という形になります。どうやら時計の掲示タイムに誤りがあった模様です。さあ、フォースダウンライン、金沢大学パントフォーメーションを取ります。ここでトリックプレー、トリック成功、ファースター
ここでロッカータイプの選手がパントフォーメーションからキープしまして54番見事攻撃権更新です。しかし時計が回ります。失礼しました。小川君に少し更新です。ファーストダウン10。時計の掲示速度に誤差がありましたが、しかし残り9秒でここで一旦パスを叩きつけ、一旦ここでパス失敗で時計を止めます。前パスは失敗という形ですと時計が止まります。このルールを使いまして金沢大残り9秒の時間を確保しました。ボールオンは相手陣27ヤードの位置になります。金沢大学セカンドダウン10、ここでフォーメーションを変えたフィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。さあ36ヤード決まるでしょうか。このキックは不成功です。失敗となりました。ここで3点加点し状況を有利に先としましたが、このフィールドゴール失敗によりまして攻守交代です。結果的に残り2秒で福井県立大学に攻撃権が変わります。フィールドゴールはそのキックの成否にかかわらずその時点で攻撃放棄という形になります。従いまして金沢大学は2回目の攻撃でしたが、ここで攻守交代です。さあこの残り2秒で福井県立大学どのようなプレーを持ってくるか。ランプレーによる突破を図りましたが、しかしこれはゲインなく、ここで前半の時間がなくなりました。ハーフタイム前半終了となりまして、金沢大学グリーンエバーグリーンが7点、福井県立大学ワイルダーが3点、金沢大学がワンタッチダウンを生かしましてリードする形で前半戦終了となりました。しかし優勝決定戦にふさわしい力のこもった攻防戦となった前半戦です。見事な戦いぶりを両雄演じております。双方ともお互いのその武器を再度見直す形でこのハーフタイムに作戦を取ります。突破口を生み出すのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。